っとメイクします。お話し会の受付13時まで、ではまた18時から始まります。18時から始まったら多分もう最後かな。19日が締め切りのやつで最後です。めちゃくちゃ眠い。こんにちは。うわ、なんか変わってる。浦部さんだるまシルバーだ、すごい。めちゃきのこさん、ハートのりさん、カップアイス、こうさん、ハート、ジュノラゴさん、だるま、ゆうたくん、おことわりです。 BVE さん、ハート、しんちゃんさん、だるま、こかじわさん、だるま、しゅんさん、優勝。シナノに見えた、この優勝ってやつ、シナノかと思った。大吉さん、だるま、たかさん、カップアイスありがとう。シルバーウィーク、シルバーウィークなの、要は。そうなの、3連休か。そうじゃん。ゆうたくん、天使のくまちゃんありがとう。キューピッドのくまちゃん、あきもさん、カップアイス、いっくん、ハート、大吉さん、ハート、ありがとう。あっちゃさん、ありがとう。アンバーさん、タコ、ありがとう。ありがとうございます。追えなくなってくる、追えない。西さん、ありがとう。凛太郎さん、ありがとう。アルテミスさん、ありがとう。悲劇のヒーローさん、ありがとう。こんにちは。父安のソフトめっちゃ美味しかった。わ、本当に言ってくれてるじゃん。本当に言ってくれてる。モンブランあった？パセも行きたいな。メイクメイク、今日お休みなんですけどね。今日お休みだけどメイクする。はあ、しなくていいのにな。313だるまありがとう。クックさんもだるまありがとう。ちかっぱ先行受付本日中、お、ありがとう。ちかっぱ祭11月26日福岡に来れるよって方、ノイミーさんとか宮城さんもいらっしゃいます。宮城さんに連れられていらっしゃいますって言っちゃった。いらっしゃいます。いろんなグループさんがいらっしゃいます。ちかっぱ祭、フルーツジッパーさんとかいらっしゃいます。鏡がないからさ、濡れてるかわかんない、ちゃんと均一に。こんにちは。濡れてるのでしょうか、わかりませんね。ショールームの画面的には見え濡れてるけど、ちょっと鏡見てくる、鏡持ってくる。ちょっと下パジャマだから恥ずかしい。よいしょよいしょ、パジャマ、あ、パジャマで映っちゃった。かずのりさん、カッパアイス10個ありがとう。 BVE さん、ハートありがとう。もうめっちゃ体バキバキでさ、昨日ね、もう10時間ぐらいバスだった。あかりんさんのストーリー見た方いますか？あかりんさんのストーリーに書いてあったらしい、メンバーが言ってた。メンバーはね、なんかね、昨日はね、なんかそれぞれ違ったんですけど、スケジュール。私は昨日あかりんさんとずっと隣に座ってました、移動中。メールで送ったけど、お弁当の写真撮ってたらライトつけて照らしてくれました。優しい。
今日公演ありますね、他のユニットたち。今日沖さんが久々に四国公演に出る。いつぶりなんだろう。ひろっちさん、だるまありがとう。さざなみさん、お断りです。さんちゃんだよ、ハッタありがとう。メタボネコさん、カッパイスありがとう。ゆっくり寝れ、とりあえずメイクだけ落として寝ました。昨日はもう疲れすぎてて、疲れすぎてたからメイクだけ落として寝て、朝からお風呂入った。おかかごはんさん、ハートありがとう。マチャルさん、だるまありがとう。弁当の写真と見せかけて足、ああ昨日は足の露出がなかったですね。なかった。お疲れ様です。こんにちは、パーコです。家帰ったの何時だったかな、日付は超えてた気がする。もうなんか眠れない、もうこのまま眠れなそうなテンションだと思ったけど、家着いたらもう疲れ果てて爆睡でした。じゃん、新しいアイシャドウ、めっちゃ反射してる、かわいい。坂道さん、だるまありがとう。四国1年ぶりぐらい、やば。沖さん頑張れ。見てアイシャドウ、ここなんかアイスみたいでかわいい。アミューズ初めて使う。このこれ昨日ね届いてました、ポストに、ポスト投函されてました。助かる、ポスト投函助かっちゃう。あ、ポスト投函といえば皆さん、 PR 舞台のこのヒストリーブックの一番最後のページ、このチェキがもらえるようのハガキは今月末までですよ。大阪のツアーの日だからね、大阪のツアーの会場ついて、あ、忘れてたってならないようにしてくださいね。チラ見せだけどこんぐらい、チェキこんな感じで、リンコもいますからね。ちょっとリンコファンの人忘れてそうだけど、ちゃんと思い出して応募できるからね、よろしく。ルキルキさん、カップアイスありがとう。元ランディさん、カズノリさん、ハートありがとう。チキチキ、狭間健二さん、お疲れありがとう。そう、切っていらないよ、切って買いに行かなくていいし、ハガキも買わなくていいんだよ。これはこれを切って書けば OK、 ポストに入れたら OK だからね、よろしくね。アンケートもあるからね、どのページが良かったですかってあるから、ぜひ。あの丸は何個つけてもいいっぽいので、全員につけてもいいと思います。よろしくお願いします。こういうアンケートは大事ですからね、次につながったりするので。みんなのチェキももらえるし、こんなことないよ、チェキももらえてアンケート答えて推しメンがまたお仕事出たら、また次がもらえるかもしれん。今回外れたらまた次回が当たるかもしれんね、聞いてないの助かるね。ちょっとメイクがすでにめんどくさくなってきました。いつも言ってるよね、ほいほい。新しいアイシャドウ、緊張です。どれを塗ろう、どういう色なんだろう。指に取ってみよう、指に取ってみるコーナーです。まず一色目、じゃん、これ。二色目、ちょっと似てる、じゃん、あ、ちょっと白い、あ、これはやけどです。あ、ちょうどいいとこにやけどいる。三色目、じゃん、おお、なんて分かりづらい、
まあ分かりづらいったらありゃしない全然分かんないね、むずっ。どうしよう、どの色のせようかな。おお、結構発色が、発色弱い。めっちゃ目の下ピンクになっちゃった。薄めよう、白とかのせて。薄めよう、薄めよう。おお、うん、よくわかんないか。うん、すみません、よくわかりません。なんかわかんなくなっちゃった。クマがあるから余計わかんない。クマを消しましょう、まずね。昨日ね、帰ってきてからさ、帰ってきてからね、あのパセリがよ、あの塩分を日常的に取らないあのパセが帰ってきてからカップ麺を食べました。カップ麺、しかも4からっていう。この前お仕事の現場でカップラーメンもらったんですよ。軽食としてね、用意してくださってて、でもその場でちょっと食べれなかったから持って帰ってきたのね。めっちゃ美味しかった。数日間我慢した甲斐がありました。わあ、ラーメン最高やって。台湾ジョジョさんありがとう。葵さんがラブ&ベリー、何何、ラブ&ベリー欲しい。しんいちさん大玉、きよ兄さんタコ、しんちゃんさんレインボースターありがとう。ありがとう。カップ麺ね、あれは明星の、明星のチャルメラじゃなくて、チャルメラじゃなくてね、女神ってやつの宮崎辛麺みたいなの4辛って書いてある。めっちゃ美味しかった。もうちょっと辛くてもいけるなと思いました。辛さの限界を知りたいと思ってさ、辛いやつ選んだ。他にもね、カップヌードルとかあったんですよ。私カップヌードル超好きなんですね。でも挑戦してみようと思って、辛いやつ余裕だった。でも辛ラーメン無理なんだよね。辛ラーメンは卵2個入れないと、汁を捨てて卵入れないと無理なんです。ペペ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 ペ。袋も消しました。はい、消しました。ちょっとなんかむくんでます。ラーメン食べたのと、昨日お弁当、昼のお弁当が焼肉弁当で、夜が生姜焼き弁当で、どっちも食べたから一日あったからね。だからむくみがすごい。こんにちは、耳引っ張っとこう。アルテミスさん、誰もありがとう。水の写真も NG ですか？いや、水の写真は全然大丈夫です。最近は水恐怖症落ち着いてます。私が無理なのはお風呂の浴槽の水と、たまに悪化したらシャワーが無理になるのと、あとはなんかコップの水が苦手です。コップとか、あと麦茶、麦茶は、麦茶好きなんですけどね、麦茶をペットボトルとかで見ると息が苦しくなる、なんか溺れる感覚になります。色がついてるから多分そこが見えないのが
ダメなのかもしれないです。おだしさんだるま、こうさんだるま、ありがとう。ピーターウォンさんタコ、カズさんハート、カズタケさんだるま、カズノリさんだるま、カズレンバン、右たびぽさんだるま、ありがとう。そうだ、ちっちゃい頃からね、ちっちゃい頃はあの麦茶で育ってきたから、私水筒が苦手なんですよ。だから水筒が苦手のイコールで、水筒に入ってるものイコール麦茶だからちょっと苦手。味は好き、飲むのは好きだけど見るのが怖いです。昔から溺れそうになる、見るだけで怖い怖い。みかんさんだるま、ありがとう。そう、深さを感じるもの苦手です。どうしようもない。これはあの好き嫌い、食べ物の好き嫌いとかじゃなくて、なんか心理的にちょっと苦手。飲み物としては好きですよ。ペットボトルも怖いよ。だからペットボトルの水を飲むときは勇気がいります。あ、塗りすぎた塗りすぎちゃった。ブルーウィングさん、カップアイスありがとう。何なんでしょうね。トールさんだるま、ありがとう。ふうふうふう、今日はね、今日はゆっくり好きなものを食べて過ごそうと思ってます。だからしばらく、明日明後日まではむくんでる気がする。やだな。鳩時計ポッポさんだるま、ありがとう。え、湯飲み苦手なんですよ私。浅いやつしか無理。縦長のさ、なんていうの、縦長っぽい湯飲みが無理だから、あの浅いさ、お客様用とかの湯飲みが好き。緑茶は大好きや。お茶農家の孫だから緑茶で育ったけど、全部浅いからね。おばあちゃん家にある湯飲みは。あー、むくみやだね。やだやだ。こんにちは。今日のパセのお昼ご飯はなんかローソンの阿波おどり、阿波おどり、徳島県阿波おどりの五目ご飯みたいなおにぎり食べました。だから今お腹いっぱい、満足、米を食べたら満足しました。カラさんだるま、ありがとう。いや、私そう、ジョッキとかも、ジョッキとかでさ、ジュースとか見ると怖いよ。なんかたまにあるじゃん、飲食店でジョッキでジュースとか、オレンジジュースとか、あれの怖い。ジョッキでビールはね、飲んだことがないから分からんけど。はい、前髪、ほいほいほい。あ、なんかそのおにぎりは自分で買ったんじゃなくて、昨日ね、昨日のお仕事の朝食でスタッフさんがおにぎりをたくさん買ってきてくださってたから、本当にね、びっくりするぐらい、30個ぐらいおにぎりあったんですよ。でもその現場にいるの10人くらいしてさ、スタッフさん含めて。
10人ぐらいで30個あったからもらって帰ろうと思ってもらって今度食べようかなと思って冷凍庫に入れたんだけど結局温めちゃいました。そうめっちゃ多かった。昨日はなんかホテルに朝食がついてたからさそっち食べちゃったから持って帰ってきました。美味しかったお茶漬け。お茶漬けがあったんですよ。わーよし。髪の毛もしなきゃ。パセ今から前髪作るよ。パセはね前髪はあれですもう固めるときに毎回失敗する。昨日も前髪のコンディションがもう終わってて一昨日も終わってて最近ちょっと前髪調子悪いです。なんか今日に限っていい感じになりそう。悔しいな。昨日なんかずっとね後から気づいたんですけどお仕事が終わって写真見返したらずっとこうやってなんか割れててこれでずっとお仕事してて一日こうくっつけたいわけよ。でも後から気づいてこれにはぁってしょぼんってしょぼんしょぼん。結構大事そういうちっちゃいことが大事。タカヒーロータカさんカッパエスありがとう。ミツさんダルマありがとう。アッキーさん、誰もありがとう。もうみんなは何でも褒めてくれるからもう優しいからパセリの半目のスクショとかあげても可愛いとか書いてるからもうみんなの褒め言葉は補正がかかりまくっています。マクールさん、だるまありがとう。こんにちは。みんなお昼ご飯食べたんですか？今日金曜日って感じがしないんですよね。今日なんか土曜日って感じがしてて。新一さんお断りです。あっちあっちあっち。なんか食べてくださいみんな。これからこれから食べるの？美味しいもん食べてね。オムライス食べたのいいね。パセリついてた？パセリ入り？まだ食べてない。社食のそば大盛り。大盛りいいっすな。大盛りはコナンの映画がある。そうじゃん。そうだったそうだったそうだった。録画しとこ。なんか今日湿気すごい気がします。曇ってるな。さては前髪せんとこ。湿気すごいから俺は高校生探偵工藤新一。幼馴染のランとなんとかかんとかなんとかかんとか。暑い。
暑いです。今日暑いのかな、そもそもが湿気と暑さがある。オキさん実況でも、オキさん今日公演だよ、夜オキさん公演終わりで。広島暑いよ、超暑い。アイロン使ってるからかな。140度です、ただいまの温度140度なりだからかな。みつさんカップアイス、はるゆきさんだるま、ありがとう。早くパセに会いたい。あと1週間や、1週間後やパセが公園に出るのは。よろしく、よろしくお願いいたします。次の日パスは新潟に飛び立ちます。どうやって行くのかまだ分かりません。1週間、やけどしたことあるよ、これやけどです。気をつけてみんなも。アホ毛がすごい元気、超アホ毛。チャンレナカッパイスありがとう。わわわわわわ、ねえ蒸し暑いわ、やだな。せっかく涼しくなったと思ったのにまた暑いわ、やめてよね。アホ毛、アホ毛ちゃん、あとでちゃんと押さえとく、塗っとく。アホ毛のやつ、アホ毛スティックみたいなやつ。もう筋肉痛がやばくて、昨日から筋肉痛はまだ当日来るタイプで安心します。筋肉痛になるたびにさ安心する。あ、私はまだ当日来るタイプなんだと思ってこの前メンバーにさ誰かに言われたんですよね。あ、やばい筋肉痛だって言ったら、え、筋肉痛って年齢が上がれば上がるほど後から来るもんじゃないみたいなこと言われたけど、まだ私は当日中に来ます。当日中だよ。みつさんハートありがとう。散歩暑いですか？暑そう、家でも暑いもん、扇風機ついてるのに暑いもん。やっほー、昨日はね移動でずっとさバスの、みんなが想像するバスはさ普通にその辺を走っとるさ路線バスとかがもだけど、もっとコンパクトなロケバスみたいなやつで昨日ずっと朝から乗ってたから、キュンってなってたから多分それで体がバキバキかもしれないです。2日後に来て1週間続きます。やば、そうなの、怖いな。前日に来ると距離やばい。前日に来るのか。おすすめの部ないです。おすすめの部は作ってないけど、早い日がおすすめです。お話し会は遅い日程は再販が必ずあるので早い部がおすすめです。昨日は補助席とかにもスタッフさんいらっしゃって、衣装さんのね方がずっとねうとうとしてて、ドーンってボーンってパドの方に来てさ、え、なんかもうそっとさ頭をここに寄り添わせてあげたかった。私に多分よっかからないようにもうめっ耐えてて、寝ながら補助席でボーンってあ、いいですよってなった。全然もうよっかかってくださいって気持ちでこうやってなんか微笑ましくさ見てました。可愛かったな。敷地適当です。
奥から詰めて座るだけ。そう、うとうとしてた。こんにちは。ああ、もう眠たい。さっき起きたのにもう眠たいね。だってさ、なんか普通に日常で電車とか乗ってる時に来られたらちょっと抵抗感あるけど、抵抗感あるけどさ、正直やっぱ分かんないじゃん、どういう方か。だからおって身構えるけど、ロケバスですからね。パセがこうやって寄っかかっていいって言ったからって、もし電車とかバスでパセに見かけて寄っかかってこないでくださいね。おって思っちゃう。なんだってなるから。コナンさん、カッパイスありがとう。なんだ、何事だってびっくりしちゃうので。湿気すごいと髪がうにゃ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 うねうねします。膝枕でお願いします。お断りです。お断りだよ。なんかたまにさ、めっちゃ席空いとるのにさ、こう来る方とかいるじゃないですか、横とかに。おってなる。なんだってなります。しーちさん、カッパイスありがとう、ね、多分特等席なんだろうな、そういうの。いるよね、なんかネットとかでも見かけるよね、そういう投稿。でもなんか自分の隣に誰も来ない時ちょっと怖くなる。え、私臭いかなとか思ってめっちゃ不安になります。え、私、えみたいな、なんか私の周り全然空いてるのに全然人来ないじゃんって時も不安になるから、程よく行ってほしい。ちょっと面倒くさいけどさ、性格空きすぎてて来るのも終わったけど、誰もいないのに誰も来ないのも終わった。難しいね。席ずらしたら追ってくる人怖い。やばい、そんな人いるんですか。それは会ったことがないな、見かけたこともないな。え、わかる。そう、人権をね、あ、私って人権あると思っちゃう。わかる。あ、隣に座っていいと思われてるんだってなんか嬉しくなっちゃうロデムさん、ハートありがとう。みんなもあるあるなのか、よかった、私だけかと思いました。よかった、みんななんか結構さ共感してくれるから嬉しい。いつも同じような人いるんだなと思う。でもパセリが水が怖いっていう話だけ誰も共感してくれないんだよね。それだけ不思議。あんなにさ何でも分かるとか言ってくれるのに、パセが水筒の水怖いって言ったら誰も分かってくれる。こんにちは、どうも。いやアイス怖いそれ、まんじゅう怖い的なやつや私もアイス怖いって言ったこと。私アイス怖いんですよ。だから絶対に嫌がらせするときアイスとか私の冷凍庫に入れないでくださいね。なんかもし食品のプレゼントが OK とかあってもアイスだけは絶対にやめてくださいね。ちょっとアイス怖くて。しーちさん、レインボースターありがとう。やめてよね。わかる、食後に食べたくなるよね。でもアイス食べた後ってしょっぱいもの欲しくなるんだよね。しょっぱいの欲しい。あ、そう、リコチのアイス。でもね、今日リコちゃんにも
冷凍庫と冷蔵庫の中身はお返しします。めちゃくちゃあるの。さっきちゃんと整理した。今日取りに来るって言ったからちゃんと袋に整理してすぐ渡せるようにしてます。アイスも食べてません。本当です。疑うならグラム数を測ってください。ちゃんとあるよ。マモールさん、ラブレターありがとう。アイスギフトは1個も使ってない。だってさ、行方不明の1個が届かないから、なんかそれが来るまでは、あとツアーが終わるまで家にいない日が分かんないから注文してない、まだ。なんかネットで注文して家に届くんですよ、アイスギフト。だからね、今無理ないよね。レッスンとかが急にいつ入るかわからないからさ。だから終わったら、ツアーが終わったら頼みます。まだ0個使ってないです。バラちゃんハートありがとう。期限は来年だった。大丈夫大丈夫よ。2024年の何月やったっけな。まだ先でした。だから大丈夫。アイスギフトなんか選べた、種類選べた、4種類ぐらい。ちょっと見せる、持ってくるわ。ちょっと待っててください。壁と会話しといてください。行ってきます。よいしょ。これ8月までだ。来年の8月まで使える。種類はこれ、これが来るからさ、この量が来るんですよ。どれか1個なんですけど、だからこれが来るから家にいない日に頼んじゃうと、冷凍とかってさ、冷凍の宅配の保管期間は3日だからちょっと厳しいんですよね。普通の宅配便は1週間待ってくれるけど、再配達冷凍は3日ぐらいしか無理なので、今は頼めないから、また終わったら頼みます。そう、すごいよね。パスはこれにしようかなと思ってる。アイスクリームセット12個くる。でこれが4箱あるんですよ。でも今手元に3個しかなくて、その1個が今行方不明で、マネージャーさんに確認中でして。そう、みんながねくれたやつだから、ちゃんとさ、自分で買ったやつとか自分でなんかあれしたやつならいいんだけど、みんなのねギフトでもらったやつだからさ、と思って確認中です。こんな感じでいろいろ種類があるってね。いろいろ味あるよ。バニラ、バナナ、ストロベリー、チョコレート、ココナッツ。ココナッツか、イントネーションすごい。楽しみです。食べるのが千引き屋です。千引き屋すごい。わーい。なかなか自分じゃこんないいやつ買わないからね。フルーツ、え、ストロベリーとか絶対美味しいじゃんね。シャーベットの方やったらマンゴー、メロン、ピーチ、オレンジ、レモン、リンゴ、あとこっちのなんかね、これがアイスセットで、シャーベットセットで、アイスとシャーベット半々のやつと、もう一個
バナナアイスクリームとバナナアイスクッキーサンドセットっていうのもあるんですけど、なんか美味しそうやけどさ、全部バナナなんですよね。そしたらまず1個目はこっちのアイスセットでいろんな味食べるのもいいかなと思って。でもバナナの方も気になるな、美味しそうだな。いいね。シャーベット派？私はアイス派です。楽しみ、早く食べたい。2種類のストロベリーピューレをブレンドし、甘みと酸味のバランスをしっかり味わえるストロベリーアイスクリームです。北海道産牛乳とたっぷりのクリームにバニラビーンズの香りが漂う濃厚なアイスクリームです。おー、すごい。香り高く濃厚なフレッシュバナナを贅沢に使用した千疋屋総本店人気ナンバーワンのアイスクリーム。え、人気ナンバーワンだって。バナナ珍しくない？バナナが人気ナンバーワンって。チョコとかじゃないんだ。千疋屋総本店人気ナンバーワン、しかも千疋屋ナンバーワンじゃなくて千疋屋総本店ナンバーワンで、ちゃんとなんか総本店ってさ書いてあるからなんかより高級感。これギフト券、裏に QR コードが書いてあって、そこから注文します。楽しみや、ワクワクや。くにちゃんハートありがとう。ぷまんてさんだるま、なおきいろさんハートありがとう。ねぎさんだるまありがとう。まるさんハートありがとう。こんにちは。ああ、もう12時半でびっくりしている。1時まで配信しよう。その後リコちゃんに冷蔵庫の中身をお返しします。さようなら、リコちゃんの食材たち。チコリータの元へ帰っていく。鮭だね、鮭だ。鮭みたいにさ、なんか大きく返した方がいいのかな。預かった分、なんか鮭って成長して帰ってくるじゃん家に。まさもうリコちゃん家の冷蔵庫になんか より量を増やして返した方がいい。あ、ムニエルにして返すの。鮭はないよ、鮭は来てないよ。いくら買おう。いくらが好きかな。チコリータネギトロや。チコの好きな食べ物ネギトロです。アイスを足しておくといい。そっか、アディクテッド 2U さんろうそくありがとう。1割もらえる。本当もらえるかな。アイス1リットルの1割ってどんぐらいもらえますか。一口分ぐらい、口に換算したらどんぐらい、何口分ですか。一口ぐらい。玄関先で預かってくれたありがとう、お礼に1割あげるねってあーんってされちゃうかもしれない。親方さんカップアイスありがとう。1カップぐらいある。でも 100g って言われたらパッと分からん。普通のアイスはあれはどんぐらい、200とか。あれは100なの。31のミニサイズぐらいですか。こんにちは。結構ありそう。うわ、よくないわ、ダメだな。さつまいもアイス食べました。お、いいね、さつまいもアイス。こんにちは。
あ、眠たくなってきた。層が190。層190あるのか。スーパーカップが200。おお、わかりやすい。パセリしか。カツオさん、レインボースターありがとう。こんにちは。そうなのね。ハーゲンダッツが110ミリ。すごいね、ハーゲンダッツって110ミリで満足感を味わえる。素晴らしい。なんならハーゲンダッツ買った時点でもうなんか満足してるとこある、ね。しんいちさん、だるまありがとう。ありがとう。チコチコのアイス。でも見返りは求めてません。ガチでもらおうとしないから安心してください。アルフォンズさん、ハートありがとう。容器代、あー確かに蓋がね、素材がいいもんね、ハーゲンダッツの蓋って。確かに紙じゃない、なんかプラスチックみたい。こんにちは。今日は何をするんですか皆さん。お仕事ですか。学校とかお仕事だよね。金曜日だった。もったいない、食べよう。やばい、悪魔のささやきがすごい、すっごい悪魔のささやき。これからカレー食べます。いいね、散歩してます。気をつけて、汗かいちゃうから。まだね、暑いから。お仕事中、出張先えらいよ。夜勤なんで寝ます。いつもありがとうね、夜勤なのにお昼配信とかも見てくれて。お仕事か、頑張って。はい、とずる休み、ずる休みちゃうな。イモースを見る。イモースさ、イモース何、何事ですかあれは。安住とリオツンのイモース見ましたか。予告の映像で見てさ、何事ですかあれ、どういうこと。気になる予告だったんだよね。見た予告編。予告編の安住とリオツンの、パセ出てないですよ。そう、パセリって書いてあった。いや、 STU ラボがどうこうとかじゃない。そういうことじゃなくて、そう、農業がとかじゃなくて、安住とリオツンが持ってる旗みたいなやつ。パシチエルができた。そんな、そんな何事。そう、パセは出てない。あれなんかね、多分サマステかなんかの時に撮ってる気がする。わかんないけど、イモスの収録があるみたいなことを言ってた気がする。私は自意識過剰かなと思ったんですよ。パセリって書いてあるよねって。でも、パセリっていうのは本来は野菜のものであって、パセリという名前の本家は野菜だから、いや私じゃないかって思って、何なんだろうってすっごい気になってました。
しんいちさん、だるまありがとう。ひでりんごさん、ハートありがとう。パセチルなの？ほんと？パセリチルドだよな。パセリなんかな。ちょっとあれ、いとこのお母さんにチェックしてもらう。イモース、いとこのお母さんはいつもイモース見たら感想くれます。何でもチェックしてくれてる。 DMM も課金して会員になってくれてるし、 STU チャンネルも入ってくれてるし、ツアーとかも配信で見てくれてるから。としさん、花束ありがとう。狭間健二さん、拍手ありがとう。ねえ、なんかアホ毛がどん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 元気になってきちゃった。やめて、今日お休みしなさい。やっぱね、平日だから働こうとして頑張ってるんよ。アホ毛もアホ毛もアホ毛なりに頑張って生きようとしてるんです。ちょっと落ち着いた。こんにちは。静電気かな。いや、扇風機もあるかも。扇風機今当たってるから、だからなんかさ、ちょっとそよ風に揺られてる。アホ毛ちゃん、ちょっと持ってこよう。アホ毛のやつ、本当にアホ毛ちょっと今いいよ。パセリしか、だるまありがとう。持ってくる。アホ毛撲滅運動します。ちょっと待ってください。メイクポーチが、こちらを塗ると、こちらを塗るとアホ毛がいなくなるという魔法のスティックです。これはアホ毛専用のやつです。はいはい、じゃーん、アホ毛です。マトミエージュです。これはもしアホ毛が気になる方いたら、これを。もうメイクさんとかも、メイクさんはね、なんかこうさ、ポニーテールとかするときってどうしてもここのさ、髪を引っ張ってるからここが薄くなるじゃないですか。そしたらメイクさんが、すいません、ハゲ隠ししてもいいですかって言って、なんかポンポンするやつがあるんですよ、黒い。ちょっとハゲ隠ししますねって言ってやってくれる。でアホ毛とか出てると、アホ毛ちょっと直しますねって言って。正式名称なんかな、あれって。正式名称なんですかね。たまにやってくださるメイクさんがいるんですよ。それを毎回ではなくてね。だから私そんなにね、慣れてなくて、その名称ね、正式名称なんか。なんかその化粧品のブランドから出てるんですよ、隠すやつが。こういうポニーテールとかでこうやって引っ張る時のこれを、ここを隠すやつみたいな、出ててね。普通になんかパウダーとか出してるメーカー、お化粧のね道具出してるメーカーから出てるやつがあるんですよ、ちゃんとしたやつね。私も気にならないタイプだけど、そう、たまにポン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 ってしてくださるから、そういう時はなんか汗かくのもちょっと怖くなる汗かいてさ、そう、汗黒くならないのかなって私も思うんですよ。でも毎回してるわけじゃなくて、半年に1回ぐらい出会うんですね、メイクさん、そういうメイクさんに。なんかメイクさんって毎回違う方にしてもらうから、そう、だ
からさ、半年に1回ぐらいそれ言われるんですけど、これって汗かいてもいいものなんかなってすっごい気になって、でも聞けないじゃないですか。今度聞いてみようかな、勇気出して。これって汗かいたらどうなるんですか、黒い汗になるんですか。うん、そう、髪型がさ、ずっと一定のアイドルの方とかどうやってるんだろうって。絶対頭皮はさ引っ張られてるじゃないですか、毎日同じ場所が。私は毎日違う髪型だけど、それが不思議。Lさん、ハートありがとう。ハセは一時期 STU 入る前とか入った後とかずっとポニーテールとかをしたりしてたから、しかもおしゃれなさ、ゆるいポニーとかじゃなくてがっちりもうキュッみたいなポニーテールすること多かったから、一時期ここがどん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 引っ張られて、なんかこの白の面積が増えてきてて、それで髪の毛はあんま結ばなくなった時期がありました。結ばないようにしたら治るみたいなやつを見てからちょっと試してみようと思って、そしたらだいぶマシになりました。ね、そう、チュリさんとか、そうだよね、チュリさんのイメージこれだもん。でパセもさ、こっちで結ぶとき絶対こっちなんですよ。こっちでやったことないんですよ、これ絶対こっちなんだよね。だからこっちの頭皮を痛めつけてしまってるかもしれん。いや、どうなんだろう、こっちはこっちから持ってきてるから緩やかだけど、こっちはじゃん、お互い様なのかな。こっちはさ、よその陣地に行くわけじゃないですか自分の陣地がこっちとしたら、よその陣地にこうお邪魔してるから、精神的には緊張してるかもしれないし、こっちはギュッてやられてるからね。どうなんだろう、やっぱさ、自分の慣れない場所に行くと精神的にね来るでしょう。みんなアディクテッドトゥーユーさん、カップアイスありがとう。全員パセリ、確かにそうじゃん。私の一部でした、すべて。私が食べたものが髪となり爪となり栄養となっていました。髪の毛をさ、髪の毛さ、ショートぐらいにしたいけど、それは絶対許可が下りないから、1年前ぐらい、こんぐらいだったんですよ。1年前の写真見返したらこんぐらいだったんよね。で、今こんぐらい伸びてるから、なんか長すぎてもだよね。どう思いますか、さやかりんとかもみほりんとかも髪長い時は髪長いで可愛いじゃん。でも切ったらさ、切ったらさらに可愛かったじゃないですか。まあ、それは顔がいいからなんですけど、お互いが両方2人とも。どうなんだ、なんか長すぎても難しくない、どうなんだ。流星さんありがとう。勇気のヒーローさん、ハートありがとう。伸ばすのは許可いらないそうだよ、伸びちゃうからね。伸びた髪の先はパセリの濃さ、そう、パセリの栄養素をたくさん吸って育ってきた毛たちが、このパセリの栄養素を得た精鋭たち、ここです。もう栄養をもらいにもらいまくって、ヘアアイロンで熱のダメージを受けまくったパセリ子さんたち。ここの毛っていつ頃生えたんだろう、この毛はいつここになるんだろう、この今生えてきてる毛たち、今アホ毛としてさ、こうやって収納された毛はいつ毛先になるんだろう、気になっちゃう。
え、そう、葵さんとかもね、南さんとかもショート可愛いじゃないですか。みちゅさんも沖さんもショートに、え、みんなショートにしたよね一時期。ココアさんはずっとショートだけど、ココアさんのロングも好きなんですよ私。たまにロングにするじゃないですか、あのツインテールのウィッグみたいなやつつけて、あれも好きなんだよね。でも私あかりんさんを見てるとヘアアレンジしたくなるんですよ。あかりんさんのヘアアレンジめっちゃ好きで、切った後にさ、あかりんさん見たらめちゃくちゃ後悔しそう。わー、切らんかったらよかったってなりそう。ショート、でもショートは絶対にダメって言われると思う。ダメです、ショート。こんぐらい、こんぐらいならいけそう。顔と同じ幅の長さにすると顔が小さく見えるそうです。だからパセの顔はこうだから、ここです、じゃーん。えい、こんだけ切ったらいいってこと。ココアのロングは女っぽくなる。女や沖さん、また切ったくない？最近ね、また短くなってた。もうすぐでロングの沖さんかもとか思ったらまた短くなってた。なんかそれの繰り返しなんですよ。あ、ロングの沖さんにがまた帰ってくると思ったらまた切る。繰り返し。でもショートの沖さんも見慣れてきた、やっと。しかカツオさんお断りです。10個ありがとう。リコチとかもさ、長いの可愛いじゃん。でもリコちゃんのショートカットのウィッグのなんか一時期ハマってたじゃないですか、あの人も男装に、男装ハマってたじゃんリコちゃん。あの長さも似合うじゃんね。やっぱ切ってみないと分かんないものはあるよね。伸ばそう、伸ばそう。そうだ、パセリ髪を伸ばして整えるぐらいにし。しんちゃんさん、だるまありがとう。ショートパセリ、ショートパセリの写真絶対あるんですよ。ちょっと探します。ショートカットパセリの写真絶対にあるから。よいしょ、よいしょ。え、待って、私さ今気づいたけどさ、今気づいたんですけど、なんか背中のお尻のとこに紐があるなと思ったら、私パジャマのズボン前後ろ逆で履いてるわ。後ろに結ぶとこがある。なんかさっきから立ち上がるたびになんか紐出てるなって思ったんですよ、お尻から。え、逆だった。ショートパセリちゃん絶対にあるんだ。え、でもちっちゃい頃ほぼショートだ。ちっちゃい頃とかじゃなくてさ、あの部活とかやってた頃のパセのさ、ショートカット。そう、ズボンパジャマです。そうなんです。家ではズボンがパジャマじゃないと落ち着かないです。なんか外に出たらズボンであんま座りたくなくて、
座りたいなーってならなくて。バスケ部時代の写真さあるけどさ、なんか画質が画質が終わってるのと、あとさ学校のユニフォーム着てるから学校バレしちゃうから良くないじゃないですか。家族がその地域に住んでるわけだから。あと他の部員の子も写っちゃうからね。さすがにモノクロじゃない。あ、めちゃめちゃショートのパセリはあった。超ショートカットパセリ、カッパエビセン持ってます、右手に。ショート、おもろいやつ見つけたからメールで送ろう。部活時代のパーコはどこなの？全部口が半開きです、昔のパセ。すごい量の写真がある。グラビアグラビアなの？ソファーの端っこに座ってる。パセ。え、私さちょっとお父さん写ってるから隠すけど、私小学校の時いつもこのピンクのダウンジャケット着てました。でこのなんかピンクのピンクと黒と白のさ、お父さんがタンプルでくれたスカートをよく履いて、超ピンク。めっちゃめっちゃくちゃ足元だけど超デブ期だ。バスケ引退して、バスケ引退して超太ってた頃のパセ、バスケ着、中3です。中3って一番太るじゃないですか。食生活は変わらず、ダイエットという概念もなく生きてるから、プロ気に入り。かわいい赤ちゃん、小6の時阿蘇山に行ったパセリ。阿蘇山パセリ、髪短いけど八重歯があります。パセリに八重歯がある時代です。でも絶対もうショールームじゃ伝わらない八重歯パセリね。私全ピースこれだ。え、なんかあったんですよ、おばあちゃん家で撮ったやつで、おばあちゃん家でソファーで撮ってるショートカットのね、中学校の時の写真があるはずなんだよ。それを見せたかったんだけどなかったです。行方不明でした。陰キャ感強い、わかる。それまー、
これは私。うわ悲しい。見てください、この文章。入学しました、1年生になりました。楽しく学校へ行って友達いっぱい作ります。はあ、悲しいね友達いっぱい作れなかった、ごめん。両親の期待に添えず。あ、テンプレ文なのか。そうか、そうだよね。え、待って、何これ。メダルをもらっています。私は何かで優勝したのでしょうか。なんかメダル持ってる、見せ方がなんか独特な。うん、ショートカットパーコ、何歳の時か分かんないけど、じゃん。お邪魔女ドレミのパジャマを着ているパーコだ、じゃん。これショートカットに含まれますか。私の口がちっちゃいっていうのはよくわかると思う。超おちょぼ口。え、これちょっとメールで送ろう。メールで送ろう。えい、おちょぼちょぼ。私にも可愛い頃があったんだな。え、確かにリコちゃん、いやでもリコちゃんね、お仕事の後来るって言ってたからまだ来ないけど、もう1時だから終わる時間だね。終わりますかね。え、カフェの好きな写真見せる。見てる。この多分このポーズにハマってるっぽくて、ちっちゃい頃の写真ずっとこんな白目向いてなんかこのポーズしてる。目がね、半目、半目とか白目。いかついパセリです。幼少期はおデブちゃんだった。かっけえでしょ、多分人生で一番かっこいいと思う、これ。え、これもちょっといつか載せるように撮っとこう。終わりますかね。これは何かで見せたことがある気がする。これ見せたら終わろう。これは情報量が多すぎる。お猿のモン吉の布団に、お邪魔女ドレミのパジャマに、しまじろうに、このタオルはミッキーで、これはよくわかんないウサギのキャラクターの枕、ウサギの枕、しまじろうのぬいぐるみ、ミッキーのバスタオル、モン吉の毛布、お邪魔女ドレミ、パセリ。情報量多すぎ。赤ちゃんだね。友達、これ友達だったんか。あ、よかった、両親の期待に応えられてよかったわ。終わろう。あ、大変、足元がもう写真が大変、散らかってる。写真を整理する、袋に直すね。パセリの写真保存ジップロック。なんかね、もともとさ、ちゃんとしたやつにね、こう貼ったりしたんですよ、アルバムに。でもアルバムに貼った後とか、この貼った後があるんですけど、貼った後に奥の部屋とか、なんか普段使わない押し入れとかからどん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 過去の写真出てきて、
そしたらさ、時系列に並べたくなるじゃないですか。時系列並べたいのにどん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 後から出てくるっていうのが続いちゃったから、もう最終的にジップロックにしようってなってジップロックになりました。一番ねいいかなって。これが時系列もさ、最初の頃は頑張ってなんか右下とかに書いてるさあるじゃん、何年みたいなやつ、何月何日みたいな、こういうこれこういうやつあるじゃないですか。これを見て頑張ってやっとったんよ。でもだんだん分かんなくなっちゃって、で日付がないやつとかもあるからもう分からんと思って諦めました。あ、これもキャラクター情報型、キティちゃんのあの四角いタオルを頭に巻いて、ミッフィーのバッグ持って、スヌーピーの傘持ってます。で服はミッキーですね。これはすごい、キャラクター大好き。前そのくせにこの表情、キャラクター大好きなのに夢の国に行くとこのドン引き具合、お母さんの顔を隠して。でもさ、ちっちゃい子が見たらさすがにちょっと怖いじゃないですか、ね、ドン引き。写真整理したら終わる配信、今ちょっと写真まとめ中、配信終わってから一人黙々整理するのはちょっと虚しいので、ちょっと今片付け中です。片付け、これお父さん映ってるけどさ、お父さんの顔隠すけど、ほらお父さんの顔の裏に隠れるって号泣する。私めちゃめちゃ笑うお父さん。いや私ね、こういうの怖かったね、ずっと。キャラクターってちっちゃいものと思ってたらさ、自分よりでっかいからびっくりしたんですよ。でけーってなって怖ーって。怖いじゃん、だって。そうだよ、仕組みを分かってないからね、キャラクターとか。泣いちゃう泣いちゃう。まあ仕組みなんてないんですけど。ねえ、写真散らかりすぎてて大変大変。ちょっと待ってね、みんなお昼休憩終わっちゃってるよね。お昼も頑張ってくださいね。よし、はい、写真無事に空に収まりました。ありがとうございました。お昼配信、コカジヤさんお断りです。やばい、見逃すとこだった。ありがとう。よし、それでは皆さん終わりたいと思います。また夜配信で会いましょう。壇上行きます。13位クワドリさん、12位カズノリさん、11位ミツさん、10位ジョノラゴさん、9位ジンライさん、8位シンイチさん、7位シンちゃんさん、6位コカジヤさん、5位シュンさん、4位山崎さん、3位リュウセイさん、2位パセリシカ、1位ユータくん。ありがとうございます。ありがとうございました。また夜。バイバーイ。